はい、皆さんこんにちは、花坂爺さんです、今日はですね、ベゴニアの植え付けをしたいと思います、ベゴニアは別名四季咲きベゴニアと呼ばれています、原産地はブラジルで、周回動化の一年草、宿根草なんですね、花色はですね、レッド、ピンク、オレンジ、白とあります、4色あるんですけど、今日はですね、レッドとピンクですかね、これピンク1株、レッド2株ね、買ってきましたので、ちょっとね、どうしようかなと思ったんですね。1株を小さい鉢に植えるか、3株をそのまま植えるか、3株がボリュームがあってね、いいかなと思って、ちょっと大きめの鉢に今セッティングをしています。実はこの丸鉢、最初に、ヒューガボラをですね、そこに入れて、そして、ちょっと前に来ますね、そして環光性肥料をパラッと入れてですね、あと土を今入れた状態です、今日はね、これを3株これから植えていきたいと思います。それでは奥の方からね、植え付けをしていきたいと思います。これ足をね持って、とりあえず置きますね。3株こんな感じでね、ちょっと離し加減でね、植えた方がいいのかななんて思ってます。こんな感じかな。葉っぱがね、あんまりくっつくとまたどうしよう大きくなるでしょうから、こういった感じでね、植え付けをしていきたいなと思います。あとはですね、真ん中に、土が入るように真ん中の方からね、植えていけばいいのかなと思いますね。土をね、こんな感じで、皆さん見えてますかね。根がね、見えないように植えるっていうのが一つのポイントですね。根が見えないように土をかぶせるっていうのがね、一つのポイントだし、それからあんまりね、土を入れすぎると水がね、こう滞留しないっていうか、水はけはいいのでさらっと流れていくと思うんですけど、パーッとあげた時にこぼれてしまうと何もならないので、水をちょっと受けてあげるね、スペースが必要かななんて思っています。で、一番ね、前の方にも土を入れてカバーをします。そしてね、まず本体をちょっとこう軽くね、それから土が真ん中に入っているかどうか確認をしながら、固定させます。そしてね、この周囲をね、こんな感じでするといいのかなと、ポタスペースができましたみたいな感じですね。そしてこの後は水をあげるんですけど、たっぷりとあげて一回乾くまでね、そのまましとくっていうのがポイントだし、水はね、たっぷり、最初の時はね、植えた時は下からこうずっと出るような感じでね、水をあげられたらいいのかなというふうに思います。基本的にね、この穴は日当たりの良い場所を好みますんで、半日陰でもね、十分育ちますんで、安心していただければというふうに思います。夏の強い日差しの場合はですね、葉焼けが起きやすいので葉が焼けるんですね。涼しい範囲陰で管理したらいいかなと思います。また冬はですね、日当たりの良い窓辺5度以上などに置けばですね、花が咲きますので、そういった管理をされるといいかなと思います。もしこれ今プランターに、私3株植えましたけど、
一株の場合はですね、4号から5号鉢に一株でいいかと思います。4号というと 4×3 ですから、12センチ、直径12センチの鉢、もしくは15センチの鉢に一株でいいかなというふうに思います。今日はね、3株これにちょっと植えてますけど、で花壇はね、最低15センチ開けられて植えられたらいいかと思います。それから肥料なんですけど、私が今やってますように環境性肥料やってですね、開花中はリン酸カリの栄養液肥をですね、月2回から3回与えた方がいいかなと思います。花がですね、非常に長く咲いてますんで、肥料が切れないようにね、していただければいいのかなというふうに思います。まあこういったもの、液肥はですね、こういったもので使ってます。ハイポネックスを使ってますけど、こういったもので結構かと思います。1000倍に薄めて、2から3回やっていただければいいかなと。また病害虫なんですけども、窒素肥料が多いとですね、うどんこ病が発生しやすくなりますので、また土が常に湿っていると立ち枯れ病の原因になるので、まあ、乾燥気味にね、管理されたらいいかなと思います。まあ、病気とか虫の場合はこういったですね、病害虫のスプレーをですね、今日今からやりますけど、さっさっさと一回振っておけば病気にもなりやすいし、なりにくいし、虫も来にくいということですね。ということです。それから切り戻しなんですけども、伸びすぎたらですね、株の形をですね、整えるような時にですね、整えるようにですね、時々切り戻しをしていただければいいかなと、いうふうに思います。また地植えの株をですね、霜が降りる前にですね、鉢に植え替えて室内に取り込む場合は、思い切って3分の1ぐらい切ってですね、切り戻しをされた方がいいと思います。そして中に取り込むということですね。これくらいですかね、中耳孔は。とにかく、日当たりを好みますので、日が当たるところにね、普通、もうこれから秋ですから、秋から冬は春にかけて、日当たりがいいところに置いてあげると、すくすくと育ってくれるんじゃないかなというふうに思います。皆さん、今日はですね、ベゴニアのですね、を植え付けをやりましたが、もしまだ植えてないよという方がいたらですね、ぜひ皆さんも植えてみてください。最後になりましたけど、いつもね、コメント、高評価ありがとうございます。非常に励みになってます。登録していただくとですね、チャンネル登録の方もですね、よろしくお願いいたします。もしチャンネル登録してないよという方がいたらですね、ぜひ今日ですね、お願いしたいと思います。登録していただくとメリットがあります。それは何かと言いますと、私が投稿したとき通知が届き、非常に便利です。今ですね、ここら辺かな、ここら辺にですね、私の似顔絵が、東京で描いてもらった似顔絵を出してますけど、東京のスカイツリーのでですね、絵を、画家の方に描いてもらいましたが、ここに出てますので、これをクリックしていただければ、登録できますので、よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた皆さんお会いしましょうね。さよなら。